パッシブは敵の視界から消えると次の通常攻撃が強化され、追加の魔法ダメージとスローを付与します。パッシブ発動は鎌が光っているのを見ればわかります。スキル1は対象1名を攻撃し、孤立している対象には追加のダメージを与えます。スキルを進化させると射程が伸び、孤立している対象を攻撃した場合はクールダウンが短縮されます。 AA リセットにも活用できますので、通常スキル通常と使います。孤立とは敵が近場におらず一人になっている状態を指しますが、現状だとこれぐらいの距離でも孤立判定になります。スキル2は指定方向にトゲを飛ばし、当たった敵と周囲の敵にダメージ、自身は HP を回復します。周囲へのダメージは割と判定が大きいです。スキルを覚醒させると飛んでいくトゲが3本になり、スローを追加で付与しますが、判定は1回のみです。スキル3は指定位置へ飛びつき、範囲内の敵にダメージを与えます。このスキルは壁抜けスキルとして活用できます。ただしフラッシュを使い射程を伸ばすことは可能ですが、ダメージ判定は発生しません。スキルを覚醒させると射程が増加し、キルかアシストを獲得するとクールダウンがリセットされます。射程の足りない位置へ壁抜けしようとすると突っかかりますので、無理な移動は気をつけてください。スキル4はレベルアップさせるたびにスキル1から4までで好きなスキルを1つ覚醒できます。スキルを使用するとインビジブル状態になり敵から見えなくなり、10秒以内なら再使用可能です。またスキルを覚醒するとインビジブル状態が増加し、最大で3回までスキルが使用可能になります。今回はワイルドリフトで昨日実装されたカジックスを使ったジャングルでの運用をご紹介していこうかと思います。いろいろな方が、脅威ビルドで上げている中、まあ脅威が使いにくかったというわけではないですが、まあ、個人的に脅威よりか、まあ、使いやすかったというような言い方をしておきますので、トリニティホースを使った、まあ、シバーナの、海外のチャレンジャーの方がよくシバーナで運用されてらっしゃる、トリホー剣のビルドを使ったカジックスの動画になります。どうですかね。脅威が弱いというわけではないですが、まあ脅威ビルドでよく出てくるのがゼド、まあおそらくゼドは脅威しかないと思うんですが、それ以外にも例えばバルスの本家ですね、パソコン版のバルス脅威だったりとか、はたまたジャーバンの脅威だったりとか、いろいろ脅威というつく名のビルドのものはあるんですが、なんかどれもなんか脅威パッとしない気がしちゃうので、まあ今回のカジックスもって感じだったんで、まあ脅威ではない運用をしてます。一応何度か、ヨウムだったりとかダーグースブレードかなを使ったビルドを試してみたんですが、私はそこまでだった気がしますね。ただ前回実装されたラムスと比べてジャングルの運用は非常にやりやすく、かつ周回速度もめちゃくちゃ速いですね。開幕のお手伝いがなかったとしても余裕で3キャンプで1分25回ることができますので、かなり環境的には適している、かつガンク性能もそこそこだと思います。ただちょっと注意しないといけないのが、青バフスタートしない状況でスキルをガンガンに回すとマナが枯渇している状態になるので、ここのスカトルの時に、敵と鉢合わせた時にマナがなくてスキルが回らないみたいなことにもなるかもしれませんので、そこは注意してください。開幕、ちなみに青スターとか赤スターとかどっちがいいかという話よく出てくるんですが、私は、ランクをプレイする時の目安の一つとして味方のドラゴンレーンがいる側のジャングルから始めるようにはしてます。開幕の手伝いがあるので、まあ、非常に早く周回できるっていうところも含めてそういうふうにとってますが、まあ、それがドレイク側のところの前のスカトルを管理するように回るのか、はたまたマナがただただきついから青スタートするのかは、まあちょっと自分の合うやり方を合わせればいいと思いますが、まあ、基本的には私はドラゴンレーンのところを見てます。でガンクするときにちょっと注意しないといけないのが、追跡する、このスキル3ですねは強化しないとキルアシストでクールダウンが返ってこないので、万が一今みたいな入りでスキル3を使った場合、敵を序盤だと必ず殺しきらないと追撃できないことになりますので、入るときはなるべく3スキを温存する、ないし絶対殺せるようなときじゃない限りは使わない方がいいことになる方が多いと思いますので、3の使い方ってのは最初ですね、進化させる前のときは気をつけてください。
でスキルの上げ方は1メイン2サブですね。で最後に3というような上げ方をして、強化は1が最初、これ以降に関しては結構お好みなので、その後どういう風に上げるがいいかは何とも言い難いところですが、私個人的に使ったところでいくんであれば1、3、ウルトには上げないというパターンが一番やりやすかったです。というのも、まあなぜ2を上げないかというと、まあジャングル運用する上で2スキが3本飛んでたところで大して意味がないっていうのと、ダメージ判定が1回しかないので、あんまりなんか恩恵が少ないんですね。逆に、ウルトを強化しておくメリットとしては、3回使えるようになるのと、かつインビジブル状態が伸びる、時間が伸びるので、そこもまた良くなるんですね。なので3上げなのかなって気は、ウルト上げるのかなって感じはします。ただウルト強化するときにマジで注意しないといけないのが、3回使えるようになってるんですけど、再使用可能時間が10秒の設定は伸びないので、ケチって使うと実際3回目が回らないみたいなことにもなりますので、そこはちょっと本当に注意してください。あとはポートレートをまあ使うようになってくると、まあ、こんな感じでポートしたままポンっていうことを押しちゃうケースが非常に増えると思いますので、そうした時に、まあ、ポンしたらポートの前のやつに飛んでちゃうみたいなことになるのは注意してください。でドレイクの時に裏側から入ってワードがないような状況で、今みたいに安尾の位置を通っていった場合、これ見えないんですね。なので、まあ、裏から入った時にどこまでが映るか、どこまでが映らないかを理解しておくと、こうやってこそこそっと一人でドレイクすることもできたりしますので、まあ、視界を気にすることは大切だと思います。こういう時もなるべく3は使わないでという形で入るんですが、やっぱりちょっと火力不足なところがあるので、まあ、敵が硬いと殺しきれないこともあるから、その結果なるべく早めなイモータルが欲しくなることもあるという感じがします。でウルトをじゃあ何のために一瞬ハイドで使うのかっていう話なんですが、これはパッシブの効果ですねを活用するための効果になりますので、敵の視界から切れると次の通常攻撃一発強化が入るので、ウルト使うと3回通常強化が打てるっていうところがありますので、まあ、ジャングルだったりとか、まあ、小ぜってる集団戦の時にこのウルトを活用して通常強化パシパシ当てていくとめちゃくちゃ強い。ただしかしビルドが基本的には脅威もこのトリホビルドもどっちも柔らかいので、集団戦やはりアサシンのイブリンみたいな立ち回りが必要になってくるっていうところがありますから、無茶入りすると死にますね。ただこの3の強化した、射程アップとプロトベルトを使ったとんでもないムーブ、あとは1スキの強化で若干の射程増加というところからいくと、割とあの敵の死にかけマークスマンを追っかけた時に逃げ切らない、敵が逃げれないですねみたいな状況を作れるので、そこは本当アサシン性能は高いと思いますが、柔らかいのでご利用は計画的にということで、一応今回使ったのを最後に載せておきます。